ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたもあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎている。今日の道場で偶然知り合った、罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。鴨さん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうかどうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、鴨さん。
総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は老子組一の剣豪として勤王志士たちの間でも名が通ってる。この三部老子組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ老子組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ。五郎、十助。俺は非情な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭の中は老子組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分老子組を作ったんだよ。でそれを実現するにはあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来俺たちは名を三部浪士組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬよう法度を作った。体を脱するは死罪。あの法度のことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、法度はもともとこの秘密を知る斜め近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが元帥になった翌日から紫衛館出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。紫衛館の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。はあ、でもその結果
あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんは、はじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとしたとき、背後から突然切ったんも、はじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったら、あの鴨さんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら、新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。鴨の恩返しちゅうとこやな。ほんま、あの人らしいわ。全てを知った今の心境は？正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ？水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと？じゃあおやっさんを殺そうとしたやつは水戸にいるってのか？それは分からん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ？龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい？わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだよ。俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい、それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ？どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。そりゃ鴨さんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、鴨さんから報告を受けていたことがある。そりゃ鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。じゃあまさかもう一人の坂本龍馬が？例の小無双の坂本龍馬やな。ああ、そして今になってやつは覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。隊の監察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が？寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。
どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斉藤さんよ、あんた斉藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かい、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと、あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。わかった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。ほな行くで。斉藤君、君も来ていたのか。伊藤、この寺田屋に井上さんを殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。ああ、分かっている。だが君は必要ない。この件は私と武田の五番隊でやらせてもらう。何だと。君は新入りの隊長だ。先立っての池田の一件しかり、敵を取り逃がすようなことをされては困るのでね。それはとにかく余計な手出しは結構。ここは今参謀である私の指揮下にある。いや、ここの指揮は一番隊に取らせてもらうで。沖田君、君までやってきたのか。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と会ったんやけど、あんたにええ話があるらしいわ。え、局長が。なんや、引退の相談をしたいらしいわ。何、近藤局長が引退されるというのか。わしもようわからんけど、あんたを豚所に呼び出すよう仰せつかったんや。ここの試験はわしに任せる言うてな。出任せじゃないだろうな。沖田君、言うまでもないが、もしその話が嘘だったら切腹ものだぞ。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら早う行った方がええんとちゃうか。くっ、私は豚所に行く。あとは一番隊に任せよう。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。苦しい言い訳やったが、あとは勇ちゃんがうまいことやってくれるやろ。それより邪魔者はおらんようになったで。坂本龍馬を殺す資格があるんはわしかお前だけ。ああ、だが一つその前にやっておきたいことがある。なんや。踏み込む前に寺田屋の女将と女中を逃がしてやりたい。長いこと世話になってる。斬り合いに巻き込みたくない。気持ちはわかるがしゃあないやないか。逃がすっちゅうてもどうやってこの状況で知らせるっちゅうねん。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。
わしはもっと正面からババッと踏み込んで思いっきり暴れたいっちゅうのに。わかった、そやったらとりあえず裏口に回ろうや。それでええな。ああ、大丈夫だ。ほな行くで。裏口から静かに入るんや。こないな時間に風呂か。優雅なもんやな。音がしている。誰か入ってるな。はじめちゃん、覗いてみる。案外例の坂本龍馬かもしれんで。